We are Team Fight のオハコロメンアリザ MC アイカみんなのカラオケのオハコはカラオケですよね。毎日毎日曲が更新されてるんですよ。そうですね、確かにいっぱい。ということで今回やっていくのは月間ダウンランキングトップ10当てるまで帰れません。確かにね、こういうの意外とやってないなと思って。オリコンチャートとは違うから。そうなんです、はい、カラオケで歌われてるランキングなんで、ね、ちょっと違うんですよね。さっき言ったらなんだ、アイドルぐらい入ってるんじゃない。あー、まあそうだね、まあ、アイドルとかでももしかしたらカラオケではアンパンマンマーチが歌われてるかもしれない。可能性ありますよ。ちょっと時間のことがあるので1サビまで。なるほど、なるほど、なるほど。早速やっていきましょう、はい、せーの、レディオ。それで、ね、歌う人はですね、まあ別に2人とかでもあー、なので順番にパーッと1曲ずつ選んで一緒に歌おうみたいな感じでも OK です。なるほど、じゃあ1人1曲ずつ選曲してもう出してくる。もうそうです。あ、 OKOKOK。 そうです、JK 行こうか。あ、あんま JK からない。一発目の一発目よ。え、じゃあちょっと、いや、いいですか。はい。何やろう、月間やもんね、年間ちゃうもんな。年間やったらもうめっちゃ前のやつがランクインしそう。でもちょくちょくなんか ある、うん、自分の中でこれとこれは入ってんちゃうかみたいなのはあるから。かさぶたぶたとかな。かさぶたぶたさっきから何だ。休憩の合間とずっとこれ言ってんの、はい、時間。おミュージック2つ。さあ、ハイルード。おー、マリーゴールドはランキングに入っています。うわー、やったー。あれ、これ何位か聞いてる。え、何位ですか。第4位です。すげー、あと9。ちなみにですけど、はい、パーフェクトが出たら、お10万円出ます。誰か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 僕から出ます。絶対出ないと思ってるやん。1人10万、1人10万、1人10万、1人10万出ます。70万。本気で当てに行く。あ、ありがとうございます。じゃあ僕でした。おお、これはなるほど、おもろいな。いや、わからん、限界のカード。お前ライブバージョンやんけ。ライブバージョンわかんないやんけ。終了でーす。
はい。一応聞いてもらって、水蓮花。水蓮花は入ってますか？入ってません。はい、10万円。残念。まあ、しばらく。でも、定番曲とか入ってるってことだよな。ど定番のやつ。じゃあこれは絶対入ってるでしょっていうのに。ほんま言うたもんね。ほんま言うたもんね。ナイクナイクもう。一緒に歌おう一緒に歌おう。そのパターン。せーの。ダンゴ天使のように少年よ神話になれ。おただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めるものに夢中で、運命さえまだ知らない痛い気な瞳だけど、いつか気づくでしょう、その背中未来目指すためも羽があること。大黒な天使の手で窓辺からやがて飛び出す、ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。これあるで、これ、残酷な天使のテーマトップ10に入っていますか？入ってます。おえ、最初にどうしようなっていうのですね。そうですね。俺ら今ここ2人に行かんやん。1人10万円もらって。あ、やめるの？やっちゃう。ありがとうな。あ、今多分何気があるのって、マリーゴールドに行くぐらい分かりやすい。それめっちゃいいよ。恋の卒業式とかこういうのがある。いや、でも最近のテレビがある。最後、広い宇宙の数ある一つ、青い地球の広い世界で、小さな恋の思いは届く小さな島のの小さな恋の歌、入ってますか？入ってません。そうなんや。月間には入ってないか。そうか。まあどっちにしろ10万円なしだから。まあまあまあ、でも今2曲出てるからね。2分1とか2分1。えんた、ここ当てときたい。最新とかね。アイドル行きましょうか。おーわーい。無敵の笑顔ではなくメイク、知りたさの秘密見つけるよ、抜けてるとこさえ彼女のエリア、完璧で嘘つきな君は天才的なアイドルじゃない。今日何食べた？好きな本は遊びに行くならどこに行くの？何も食べてない、それはない。
しかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声ばかも不器用なとこも全部全部嫌いじゃないの。ドライフラワーみたい、君との日々もきっときっときっと入ってるでしょ。ランキングさんのドライフラワー、ランキングに入っていますか。こちらはランキングに入ってますよ。いや、最下さん、最下さん。何位ですか、ちなみに。第2位です。おー、2位か。じゃあ、2位か、4、6待ってんだ。え、もう、1位何？いや、アイドルじゃない。1位アイドルじゃない。1位何、逆に。あ、多分、うわーっていうの出てくるんや。じゃあ、シェフ入りますね。マイク、今日は。マイク、6位入ってる時点。まあ、入ってる。うわー、入ってそう。見たら入ってる。これは入ってるわ、確かに。あるわ。歌姫、行ってこい。あの、おめめは病気してる、気にしないでね。あー、行きませんね。信じないわ、この未来だ。この世のメタノルボールの強制キャンペーン。
ません。うわー、残念。歌入ってなかったって。少しずれたのかな。なんだ、限界やから先生決まれとか。なるほどな、限界やからね。あともう一個、一回一周回ったんで、うんうん、みんなで相談してたら、ね、多分もうこれ終わらんと思う。ちなみに今何位が残ってるんですか。1位と1位5位5位5位7、8、9、10です。うん、7、8、9、10。だからじゃあちょっとこれは入ってるでしょみたいなのある人いる。いった、はい、もう私もある。1個キンプリの、うわ、シンデレラボーイ。あー、シンデレラボーイ。シンデレラボーイ、シンデレラボーイ、シンデレラ、シンデレラ。でもすぐ反映されるかな。あ、月間やけど1ヶ月やった。シンデレラガールも入ってたけど、シンデレラボーイ。全然ある、多い可能性。全然ある。これはこの2つちゃうの。何がある。私丸の内サンデス。あー、あれは椎名林檎さんね。バーとか行ったら歌ってめっちゃあるね。おーるおる。 WXY はないかな。あー、まあ、やっちゃおう、ワンチャンじゃん。もう一度の方が、いやーけど、いや、WXY そっちか。心得か。いや、それはいや、それはいや、チェリー、チェリー、あ、チェリーはある。あ、チェリーある。スイーツでしょ。普通にバウンティーさん。あー、やったら会社もあるんだよ。あ、それある。おー、あれ普通に。あー、ハムランかも。もうちょっとシンデレラボーイ、丸の内、会社の花。会社ありそうだな。ダウンさんね、会社あるんだ。あ、じゃあな、アマンティ。思い出のは君の歌、会話よりも鮮明だ。どこに行ってしまったの。いつも探すんだよ。思い出のは君の歌、歌い笑う顔が鮮明だ。君に会うんだよ。ずっと見ていたいよ。でも最後に見たいのはきっともう君の夢の中。もう一度また聞かせてくれよ。聞きたいんだ、もっと遠げ怪獣の会場の歌はランキングに入ってますか。入って、まあ、これは入ってるでしょ。入ってるでしょ。まあ、まあ、せーの、第1位。おー、すごい。それで結構変わるよね。すごい。1位か。 OK、ナイス。ってことは、え、あと5と7、8、9、10です。5、7、8、9、10。丸の内が2人あるんだ。7、8、9、10は私。椎名林檎さんの丸の内サルフィックありますか。はい、でるよな。ませんえぇ、ー、うわー、そうなんや。むずい、むずいかもね。いや、大丈夫、シリアムむずいな、むずいな。大人気。あー、うわー、ある、ある。どう、今やったらあるかもね。せん、うわー、そういるんだ。一個残念、早くてごめんわ。うわあ、これはめっちゃあると思う。帰ってごめん。男女両方歌うような曲やと思う。シンデレラボーイもありやと思う。あ、シンデレラボーイもありそう。シンデレラボーイ行こう。シンデレラボーイ行こう。行こう。一応歌える。こういう気合わいが担当よ。ちょっと何の、俺あのキーは出んでた。頭じゃわかっていても、心が追いつかない。体はシンプルなのね、男ならなおさらね。ああ、夜な夜なゆらゆらいでも、未だに君が一番最低で大好きだった。なんでかな、ムカつくわ。ずっと傷つけられ
サウジドッグさんのシンデレラボーイ、ランキング狙ってますか？お願い。お願い。かわいい。入ってるかな？入って、来い。まあ。セット。ナイス。ナイス。こちらが第5位です。あ、5位だ、5位。え、ってことは？上位はもう上手かった。今何位？残りが7、8、9、10。ちょっとヒントもらえますか？そうですね、7、8、9、10のちょっと。皆さん、歌われてます。あー、可愛い。可愛い。うん。確かに、みんなアイドルになるからみんなオタクなってな。わかった。一番顔と似合わんやつが歌わせる、歌うっていう。今日も可愛いよ。ありがとう。それがどれに対応するかは言わないので、ああ、そういうのもね、結構厳しめやね。一個は TikTok でまた使われだしたのかなっていう、また面白いっていうか、こう最近流れ始めてるのかなっていうイメージ。最近それ変わってるの、さくらんぼ。でも最近は TikTok さくらんぼ。二つ目が二人組のアーティストで、これはもう名曲です。スピッツやの、いやー、あれ二人組か、もう一個は最近よく何聞くボカロ P さんが出されてるかなと。カミコイ？いや、カミコイなんじゃない。ちょっと絶対チュンシュン。いや、シャルの定番なんや。最近流行り出してるんですか？前からの曲ですか？いや、ここ最近、いや、1、2年ぐらいかなっていう。だったらシャルルかラビーか。もうちょっとっていうのであれば、まあ、エンさんちょっと深いのかなっていう。ああ、え、その、2人組は誰が一番歌いそうですか？こたつさん。じゃあさよならエレジーじゃないと思う。チェリーか。チェリー、チェリー、一回歌ってみる、一回歌ってみたらいい。チェリーをチャレンジ。いや、チェリーしかないでしょ、これは。チェリー、俺チェリー入ってほしいもん。俺らの世代よ、俺らの世代。これはもう本当にずっと定番。パパはチェリーや、2人やと。あ、だから、君を忘れない、曲がりくねた道を行く、生まれたての太陽、潰れるほど抱きしめ
ではまずではスピッツさんのチェリートップ10に入っていますか？入ってません。うわー違うか。ごめん。いやでもいや俺も歌う歌はバリ良かった。悔しいな。じゃあ次女子軍が攻めていいよ。ヒント。まあもう一回ね。え、ボカロボカロじゃないですか。私が過去に一人で歌った曲ですか？一人じゃなかった多分。チミンなりとらし。ヨイドレシダーかシャルダーね。あいやいやいや確定しちゃうからもうさ。それ待ってやっぱ一さそれやっぱ意味なくて。シャルでいいんじゃん。なんか。でも月間やったらヨイドレも来てるの。確かにヨイドレ来てる。そうヨイドレし。しまってる。え、これ両方取ったらいいじゃん。まあヨイドレ。さっきヨイドレ行くかじゃん。じゃあ俺シャルロ。シャルロ。夢が覚めた酔いどれしなく争い事は夜が明けるまでくたびれるはいなく見える一線の声は声が枯れるまで無茶苦しい合わせずっと覚めないであなたの声に耳を傾けた時キングに入ってます。おぉパラ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 カナリアさんナイス。あら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 あとちなみに第何位でした？こちらが第10。うわっでっかい。あと何？7、8、9。8、9。じゃあもう一回8、9の見てほしいです。何かの主題歌にはなりましたか？それめっちゃでかい。でかい。でかい。あ、なってます。あ、でかい。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 さっき若葉がサウダージ言うてん。サウダージ。今見てるな、もうこれな。サウダージな。私は私と。え、その8位が主題歌ですか？どっちですか？ 9。 8位が主題歌。主題歌。これ主題歌。え、8位がドラマの主題歌かつ古い。え、クワない。そこまでその古いっていうほどではない。めちゃくちゃ古いクワない。9位は、名曲です。名曲です。名曲か。なるほど。言うじゃないと教えてよ。バラードかテンション上げ上げてるか。あ、そうですね。どっちかって言ったらバラードですね。あー、どっちや。今出てるもん、ちょっと待って。正解はバックナンバー。バックナンバーはアイスの水泳戦。水泳戦。水泳戦。中のドラマやった。あるよ。あ、じゃあ。あれでもある誰かやね。歌えるかな。あ、じゃあ、いっかいかみかと誰かに行きますか。誰かで歌いに行きます。これ、ワンチャンある？水平線あるわ。できるだけ嘘はないよ。で、まあ、うん、
がです、ね、9位、8位です。やっぱね、ドラマね。じゃあ名曲、古くなります。皆さん聞いたら上がると思う。僕も上がる。じゃあ上がるってよ。歌いがないでじゃない？いや、上がるけど。もう一回テンション上げて英語にして歌う？気持ちが歌う？メデの古い2人組、シーリー世代歌われこれ以上逆に出しちゃうと、なんかもう本当にスパッていかせようっていう感じではある。いや、めっちゃいいラインの。じゃあ、ここで抑えよう、ちょっと。皆さんの会話の中に、何度か出てたので、なんかもう。ああ、じゃあ俺らがもう言ってた、まあ、奏で。ゆずさん。この架け橋はけどな。まあでも、だってゆずさんはちょっとあってもいいかもなと思うけど。うん、入れてみて。ありそう。栄光の架け橋なんかいつまでたっても名曲やし、いくつもーって元気でへん。じゃあ、待って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 、石井さんは今俺たち歌ったの。そう、シェイクの上がる曲は俺らが上がる曲みたいな。あ、そっかそっか。栄光の架け橋だ。レッツゴーだ。レッツゴーだ。モーニングパーティーギャラクシー。泣いちゃうぜ。いい曲。泣いちゃうぜ。だったもんね。だったね。
ゃあまだ俺栄光の駆け足な気してるもん。サウダージランキングに入っていますか。こちらはランキングに Ha ha ha!